亀田幸雄と申します。で、本日のテーマとしましては超高齢社会に対応した未来志向パーシャルベンチャーということで、お話をさせていただきます。ちょっとさっとパーシャルのケースを出していきたいんですけども、65歳女性の方です。で、以前から、来てたんですけど、そんなにペリオの問題はありませんでした。で、このようにユリタン義手をもう40歳ぐらいからもう入れられているという状態で義手を作っていくということになりました。上顎もかなりちょっと脱離したり問題があったので、上顎に関してはブリッジによる補鉄を行って、いろいろちょっと破折をしてたりとか、いろいろこういった歯台歯の準備っていうのは行ってきましたけども、最終的には上顎は固定式のブリッジで補鉄をしていくということになりました。で、下顎に関しては遊離端欠損がありますので、ここを固定式のブリッジにするのか、それともパーシャルデンチャーにしていくのか、その中間としてインプラントを併用するパーシャルデンチャー IARPD、 インプラントアシスティッドリムーバブルパーシャルデンチャーにするのか、そういった選択を考慮していきましたけども、このケースに関してはかねてよりもう義歯に慣れてて問題ないということだったので、パーシャルデンチャーで対応していくということにしていきました。で、パーシャルデンチャーを考えるときに覚えていただきたいもう重要なこと、パーシャルデンチャーの大原則はこの3つです。こういった論文でも提示されてますけども、重要なことは強固な大連結歯を設けるということ、リンガルバーとかそれがしっかりしていることっていうのがまずは重要であると。それと2番目にはなるべくシンプルなデザインである。例えばクラスプをいっぱいかければ義歯は動かなくなります。で、その代わり非常に歯周環境にとっては悪くなるということを考えると、なるべくシンプルなデザインの方がいいでしょうと。で、それとともに3番目、適合を良くしていくと。義歯床の適合が悪いと噛んだ時必ず動いてしまいます。そしたら残存歯も揺すってしまうので、適合を良くしていくっていうのが重要になってきます。で、この3つ、強固なメジャーコネクタ大連結歯を設けるっていうこと、なるべくシンプルなデザインにするっていう、適合を良くする、この3つを頭の中に入れといてパーシャルデンチャーを作っていく必要があるっていうふうに思います。あとは細かいところに関しては、作り方に関しては10箇条って書いてありますけども、10個ほどのポイントをちょっと見ていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。必ず遊離端欠損で言われることは、近親にレストを設けていくっていうことが言われているとともに、レストで噛ませると位置決めがしっかりするので、もし交互接触する部分であればレストで交互接触を残しておくっていうのは非常に義歯がきちんと収まるので、いいと思います。で、近親レストに関してはこんなちょっとシェーマを出してますけども、奥で噛んだ時に近親にレストを求めた場合、遠親にレストを求めた場合で噛んだらどういう義歯の挙動を示すか。当然遠心レストだとどうしてもこう歯台歯を後ろに傾かせる方向に来ますので、コンタクトが緩んできたりとか、義歯も非常にこう回転する力が来てしまう。そういう点では近親レストを設けることで、欠損の隣でもいいし離れたところでもいいので、近親レストを設けることで顎底に垂直な力が加わりやすいっていうことが言えるんじゃないかなと思います。で、それとともに必ずブレーシングをしっかり設けていく。ブレーシングっていうのは、例えば噛んで義歯が動いた時に必ず面で支えてくれる RPI クラスプってありますけど、レストと、プロキシマルプレート RPI の P ですね、こういった隣接面板を設けるっていうことが重要になってきます。